長いんだよな、この辺で、西武新宿線なんですけど、あの踏切、朝踏切でなかなか開かないんですよね。みんな渡ってくるもんね、関係なく。ここで感じはね。駅の方は行かないで、反対側、右に曲がろうかな。でも久しぶりなんでね、こんな店なかったもんな。新しいです、タピオカ屋さん。気になる方は行きたいんだけど、まあええか、みんなあっち行くし。みんな行く方行ってみよう。ここも綺麗ね。ちょうど日が当たってて人がいっぱい歩いてて、これ今ちゃんと電車が通ってるからいいのかな。この辺か、この辺。今の自転車入ったとこ良かったかも。下落合一丁目。あ、またノロノロと走ってるわ。道京行こう。ここタイミングよく渡れたらもう一回向こう行くか。あかんねん。あかん、先行こう。待ってられへんわ。また遅いんだもんな、みんな。ここ桜の季節来たら綺麗やろね、こういうとこね。かっこいいな、あの白いアパートが目立ってて。もうちょっと後ろ、この辺。右が駅。ちょっと駅の方行ってみる。今渡れるよ。また渡る。しょうがないよな、こっち来たの。これ駅前、本屋さん。こういう駅前の本屋さんってもう今ね結構減ってるから貴重やね。パンうまそうだな、メロンパン。メロンパン屋さん、アルテリアベーカリー。メロンパン屋さんもあの一時期より落ち着いたね、減ったよね。こういうのに牧場って、加瀬牧場。ソフトクリームとかってこと、焼きたてシュークリーム、うまそうやな。こういうの買って帰りたいな。ここにはもう来ないもんな。帰る時間には。あ、定休日水曜日だ。今日夜間は。今日水曜や。やってない。踏切。なんか雰囲気ある、雰囲気だね。ちょうど人が止まってくれて、
こ左側なんか随分立派な町屋酒造って書いてあるね。右も気になるし、右行ったらまた遠回りになるもんな。これまっすぐ行ってみる。ここ気になるな、この建物。これね、綺麗ね。ああ、ありがとうございます。ここいい感じだね。いいっすね。ここでね、なんか撮ったんですけど、電源が急に落ちて、動画のスイッチの。なんでかと思ったら、給電されてなくて、モバイルバッテリーから。ここで撮ったんですよね。ここいいですもんね。ちびっこがいっぱいいる。あっち何？あっちなんかあんのかな？何もなさそうやけど。川か。南小滝橋。今まで入ってませんでしたね。ここで撮ったんだけど。すぐ忘れる。特に気になる方はないね。ないね。なんかそのごちゃごちゃ感がいいね。こっちはようやく高田の馬場や。高田の馬場来てて、ようやく高田の馬場か。ちょっと離れすぎたね。何もないね、こっち。こっち行ってみる？なんか工事してるけど。これずっとここら辺アパートなんだ。あっち側ね、向こう側は。向こう側も気になるっちゃ気になるんだけど、この辺もね。ちょうどいい感じで自転車通ってくれる。百人町四丁目。あ、こっちの方なんかええ感じや。すごい。ええ感じやね。
で車が来てもいい感じだね。すごい。この先行き止まりって書いてある。すごい車が来るんだよね。あ、ずっと撮ってなかったね。また今日多いな、撮り忘れ動画撮り忘れ途中でバッテリーなくなったりもするし、この辺から撮りたいんだけど車がねすごい。車来た。車が来るから危ないよ。行きましょう。振り返った感じ良かったね。もう右行くしかないよな。最初ちょっとあれだな、中井まで行っちゃったからな。あっちの下の方も気になるもんな。まだまだだもんね、駅は。あっちも気になるしな。あっちね。行ってみよう。だいぶ降りてきたな。ここは？まっすぐ行ったら、ね、もしかして川か。あ、下内屋駅のとこや。なるほどね。朝写真撮ったとこや。入ってこないな、ここはね。こっちが気になるな。あれ面白そう。あ、いいね、あれ電気やな。いいね。折りたたみ式でしょ、あれのって。あ、ここいいな。振り向いた時には良かった。高田馬場山頂目、何アパートこれ。それを取っとかないと。戸塚ハイツ、戸塚ハイツ、戸塚ハイツね。忘れちゃうんだよな。気になんねんけど、
何も人が歩いてないところに撮りたいの。高田馬場三丁目。タピオカに並んでる。